はい、皆さんこんにちは。ですね、さっきのこの間の動画の続きで、ちょっと今お皿とか何もちょっと準備してないんですけど、まあこれでなんか作れる？やれるみたいなので、ちょっとやっていきたいと思います。これなんか本当に韓国の砂糖菓子みたいです。ってことで、まず中身を開封していきます。なんか美味しそうですね。キャンディーみたいな、わさばしみたいな感じな。おお、すごい。あ、香りは本当綿菓子です。こんな入ってました。こういうキャンディーみたいな、キャンディーっていうか、こういう綿が入ってました。それに、お、なんかちょっとあるのでつまみ食いします。うん、美味しい。普通に綿菓子です。で、なんかこれ皿なんですよね。皿で、まあ、ここの中に入れて、でこのナイフがあるんですよ。ナイフで切るらしいです。で、お皿やまな板の上に、まあお皿、まあとりあえずこの皿の上に置いて、でホッピングキャンディ、ナイフを用意します。これがナイフですね。で、綿菓子を重ねて、やっぱ綿菓子みたいですね。これを綿菓子を重ねて、あ、ちょっと今重なってるんですけど、この重なった上に、ホッピングキャンディーをまんべんなくちりばめます。さっきのこれをまんべんなくなんかちりばめるみたいです。すごい、初めてやりますね、こういうこと。なかなかね、やらないから。ちりばめていきます。パチパチみたいな感じなんですかね。懐かしいですね、昔のなんか。酸っぱい、なんかちょっと酸っぱいです、このパチパチ。砂糖のままで食べた方が美味しそう。で、その次にホッピングちりばめて、綿菓子をくるくると巻くみたいです。まあ、キャンディーなんでね、これを一緒に巻いていいみたいなので、ちょっと巻いていきます。ちょっと手にね、やっぱ綿菓子っていうのもあって、こうやってひっつくんですけど、やばい、下手くそすぎる。黄色がついてこない。これ一緒に巻いてんのかな。あ、一緒に巻いてますね。もうなんか全然下手い。不器用な自分にはちょっと厳しいかもです。なんとかこう巻いて、うん、美味しい。はい、出来上がりました。こうやって巻きました。で、巻いた上にさっきのホッピングキャンディーみたいなのがこの中に入ってるんですよね。で、はい、巻き終わりました。こんな形になりました。で、これで付属のお好きなカットに、あ、違う、お好きな形にカットして美味しくいただきますので、じゃあ、まあこれでカットします。すごい、お菓子をこんなカットしたことないので、すごい、キャンディーみたいになりました。こんな感じです。中身綺麗だから、これ一緒にね、なんかするみたいで。じゃあ一つここに置きます。なんかロールケーキみたいですね。なんか綿菓子のまま食べると美味しいんですけど、なんかね、この中に入れたパチパチみたいなのはちょっと私苦手かもです。結構酸っぱくて。はい、こんな感じで、うまっ。で、こういう感じでめちゃくちゃつまみ食いしてるんですけど、はい、キャンディーの出来上がりです。出来上がりました。キャンディーがこんな感じです。ちょっと見えにくいと思うんですけど、完成しました。これがなんか韓国のキャンディーみたいですね。なんか紙にはこうロールケーキみたいな感じでこんな風に載ってます。こう
これね、福袋に入ってたからどこに売ってたかわかんないんですけど、多分なんかビレッジヴァンガードとかなんか売ってそうなイメージですね。ってことで、じゃあ一食っていうか一個だけちょっと食べてみたいと思います。いただきます。あ、口の中がめちゃくちゃパチパチします。でもちょっと酸っぱいから自分はどうだろう、ちょっと苦手かもですけど、綿菓子自身は美味しいです。なんかもう喉の奥までパチパチしますということでね、今日は、まあ、作る感じの動画でした。さっきからね、トラ君がずーっとここにいます。ぼーっと見てます。まあ、ぜひね、皆さんもこういうお菓子あると、ね、見かけた方はぜひ作ってみてください。まあ、手軽にね、簡単にこうやってナイフとか入ってたら、まあ、初めてやったんですけど、料理ができない。